どうも、ひけです。今日はドイツが石炭と火力発電をまあなくすということで 4.9 兆円もの非常に大金を使ってこれを実現していこうというニュースについてお話しします。で、まあ今その環境問題非常に世界的に関心高まってますけど、まあその中でもやっぱり石炭とか火力っていうのは、まあ、二酸化炭素も排出したりとか、まあ環境に良くないっていうことで、まあいろんな国がこれやめようやめようというふうに言ってるんですね。だけれども、やっぱり現実的にはこういろんな人が働いてたりとか、まあその会社があったりとかして、なかなかなくすのは難しいというところなんですけど、ドイツがなんとまあ5兆円、非常に大金ですけど、5兆円使ってもうこれを2038年までになくしますみたいなことをおととい、ニュースとして発表しました。でですね、ここにまあ具体的な内容書いてあるんですけれども、まあ38年なので、まあ大体今から40年後までには全廃すべてなくすというのを決めています。で、それに対して400億ユーロ、日本円にしてまあ4兆9100億円の保証をするというふうに言っています。まあなんでこれ保証するかっていうと、まあ先ほど述べたように、企業、それから地方自治体、それから労働者、まあこういった人が、こう、この産業で働いてるわけですよ。で、その人たちに対して、明日から仕事ないからっていうふうに言うのも、まあ当然問題ですし、まあ国としては失業率を上げないためにも、こういった人たちに、まあどんな対策をしていくのかっていうのは結構大事になってくるんですね。そこに対してもう5兆円を投じるので、40年後はもうなくしますっていうことを、まあ明確にドイツ政府として、まあ宣言をしたというふうになります。で、ここに書いてある、RWE という会社があるんですけど、これはまあ、いわゆるその石炭とか火力発電を、やってる会社なんですけど、こういう会社なんかは26億ユーロの、まあ、保証を受けるということも分かっています。まあ、ただしですね、こうした企業も、まあ、保証を受けたからといって、あ、じゃあもうこれで全部万事 OK だねというわけではなくて、2030年まで、今から30年後までに6000人もの人を、まあ、削減しなくちゃいけないということも、まあ、明らかにはしています。まあなのでやっぱ環境のため地球のためというふうに一口に言いますけど、まあその過程では当然なくなる産業も出てくるし、まあ経済的には難しい問題っていうのも当然出てくるということがここでもまあわかるかなと思います。で、中でもなんとなく皆さん EU っていうと、あの環境に対してこうすごい先進的なイメージがあるかもしれないんですけど、ドイツってちょっと難しいんですよ。それなんでかっていうと、まず石油の依存度が高いんですね。で、しかも原子力についても実は撤廃すると。もう廃止しますということも言ってるんです。まあ、他の例えばフランスとかそういった国では、まあ、石炭とか火力なくします。その代わり原子力にシフトしますっていうことを言ってるんですよ。だけど、ドイツの場合は福島の第一原発の事故があったおかげで、事故があったことによって、彼らは原子力発電所も良くないと。だからうちは原子力発電はやりませんっていうことも言ってるんです。つまり、原子力発電もなくて、石炭とか火力もないので、いわゆる再生エネルギーとか、天然ガスとか、そういったところに頼らなくちゃいけないんですね。で、しかもですね、もう一個難しいのが、ドイツ特有の難しい問題っていうのもあって、ルール工業地帯、昔皆さん世界史とか、それから地理とかでやったことあるかもしれないんですけど、ドイツって歴史的に、石炭とかそういう産業が結構盛んなんですよ。まあ、その日本、世界がこう、近代史みたいな、近代に移ってきた時に、やっぱり工業国として、ドイツっていうのはすごく名を馳せた国なので、その歴史的に、まあ、自動車だったりとか、そういうルール工業地帯って言われるエリアには、まあ、石炭とか火力とかの施設がいっぱいあるんですね。まあ、なので、彼らにとっては、そういう歴史を、まあ、乗り越えなくてはいけないという意味でも、まあ、難しさが、ドイツ特有の難しさがあると。にもかかわらず5兆円も使ってここを超えてやるぞっていうのはやっぱり理由があるんですね。で、その理由何かっていうとこの一番下の2つです。まあ、1つは、グレタ・トゥンベリ氏、皆さんが聞いたこと当然あると思うんですけども、若い女の子が世界中で、まあ、演説をして、環境問題をどうにかしなくちゃいけないみたいなことを言ってすごく注目を集めている、もう2019年の今年の人に選ばれたような、女性がいますけれども、彼女をスタートとして世界中で環境問題の意識が高まっていると。で、もう一つが、これはドイツの緑の党という政党があるんですけど、環境問題を非常にこう重視している政党なんですね。で、先ほど言ったように国としては失業率が下がると、政権、まあ、ドイツの与党ですね。与党としては、これは問題なわけです。でも、だからといって緑の党がこんなに人気を集めてるってことは、やっぱり多少の痛みを受けてでも、その失業とか経済的な停滞とかそういう、問題があってでも、でも環境問題に取り組まなくちゃいけないよねっていう国民のやっぱりメッセージがあって、で、まあメルケルさんという、まあ今ドイツのリーダーがいますけど、メルケルさんとしては、緑の党がこんなに
支持を集めているんだ。だから我々も環境問題ちょっと取り組んでいかないとまずいなっていうことで、まあ、こういうあの政策的な決定がなされたというふうにあり、言えます。で、まあ、もう一つですね、まあ、世界的に今、やっぱりこの経済的な問題と環境問題をいかに両立していくかということで、グリーンニューディールというような政策が今注目を集めている。非常にこう長い間、言われてはいたんですけれども、やっぱここへ来てどんどん追い風になっている。で、グリーンニューディール何かっていうと、まあ、簡単に言うと、その、例えば再生エネルギーとか、それから石炭の撤廃とかによって、まあ、国がお金を出してそういうことをこうシフトしていくみたいなところに対して、まあ、国がどんどんそういうところにお金を使って、新しい産業を盛り上げていこう。経済をその場所から活性化させようっていうのが、まあ、グリーンニューディールなんですね。まあ、なので、その一概に石炭火力がなくなるので、もうお金とし、経済的には良くないよねっていう話が一方であるんですけど、でもそういうところに国が積極的にお金を使うことによって、経済とか産業としてももっと盛り上がるんじゃないかみたいなことも言われたりしています。まあ、しかしこの中でも非常に今回ドイツの決断というのは規模も大きいですし、まあ、ドイツという、まあ、環境に対して積極的な国ではありつつも、ヨーロッパの中でも中心的な経済大国なので、まあ、こういったところがこういう政策を、まあ、舵を切ったということで、まあ、世界的にも非常にインパクトがあるニュースだということが実は、言えるかなと思います。はい、ということで今日は、ドイツの、5兆円使った脱石炭、そして脱火力というところをお伝えしてきましたが、面白かった、参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。